本日も最後までのご声援誠にありがとうございます。いよいよ最後の準優勝戦の時間を迎えました。第12レースを行います。メンバーは1号艇福岡篠崎元志、2号艇福岡岡崎康弘、3号艇埼玉桐生純平、4号艇群馬ブス島誠、5号艇愛知赤岩義雄、6号艇三重新田雄志、以上のメンバーです。だいぶ日が傾いてきました。少し薄暗くなってきた競争水面です。内から1、2、3、4、5、6枠なりでホーム側に移ってくるところ6艇。1号艇の篠崎元氏、足は全体的にいいと変わらぬ表情です。スタートもバッチリ決まっていまして、ここは落ち着いていくのみ。2コース2号艇の岡崎康弘、エースモーター36号機、最高の調整でいけばもちろん敵なしです。3コース3号艇の桐生純平、スピードとハンドルワークが光っています。後方引っ張って4号艇のブス島誠、ここでは2号艇の岡崎エースモーターの36号機と同じ展示タイムを出しています。全体的に上位級。5コース5号艇の赤岩義雄、一発の整備を施してきました。そして64周年の優勝モーター25号機の6号艇の新田雄志、進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第12レース。ここはちょっと早いスタートもありますか。一周1マークに向かいまして、1号艇の篠崎回る、2号艇の岡崎刺す、そして3号艇4号艇と刺していきます。向こう上面に抜け出しました6艇です。ただいまのスタートですが、残念ながらフライングがあります。1号艇の篠崎元志と3号艇の桐生純平、1番と3番はフライングのため返還欠場となりました。1番と3番に関する投票権は発売額と同額で返還いたします。どうぞお手持ちの投票権は大切にお持ちください。フライングに散りました1号艇の篠崎元志と3号艇の桐生純平です。1番と3番はフライングのため返還欠場となりました。2周目のバックに抜け出したのが4号艇のブス島が先頭、そして2番手が2号艇の岡崎康弘、3番手に5号艇の赤岩です。そして4番手追走が6号艇の新田雄志。2周2マークトップ4号艇のブス島、2番手2号艇の岡崎、そして3番手は6番と5番が交差旋回で、5号艇の赤井は3番手をキープしています。上位の3艇は4番、2番、5番です。4、2、5の体系。3周の1番から向こう上面へ、4号艇のブス島がトップ、2番手は2号艇の岡崎です。3番手は5号艇の赤井は、体系は4、2、5、この3連単のオッズは 7.7 倍を示しています。なおこのレースは1号艇の篠崎元志と3号艇の桐生純平、1番と3番はフライングのため返還欠場となっています。どうぞお気をつけください。ラストコーナーは4号艇、2号艇、5号艇の順で折り返し、第12レースの準優勝戦まもなくゴールです。先頭4番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、ラスト6番ゴールインです。